皆さんこんばんは、えななです。今日はこちらフリーザーバッグですね。こちらを使って袋作りしていこうかなと思っております。これ試作でちょっと作ってみたんですけど、このチャック部分の大きさとかは問わず作れるやり方、いろんな大きさで作れるやり方でちょっと今日はご紹介できたらなと思います。一応これはね、中もこれ使ってるんですけど、言ったらこの口だけあれば問題ないかなと思うので、この袋があった方がまあより丈夫にはなるのでね、こうどちらでもいいんですけど、今日はこちらをご紹介していきたいと思います。最後できたらね、これを使って封筒も作りたいなと思うので、最後までご視聴いただけたらと思います。これ今閉まってる状態かな、閉まってる状態で合わせていただいて、作りたい大きさの幅でカットします。こっちを残した状態で、私全部開封したんですけど片方だけでいいなって気づいたんで、何センチにしようかな、とりあえず18センチでいってみますね。まず横幅を18でカットします。この部分切りにくいかもしれないので、そこはハサミでも大丈夫です。ここからこうハサミの方が多分やりやすいので、こちらは今開いています。そうすると多分ね、これもしたい大きさ同じぐらいにしようかな、12ぐらいにしようかな。12センチでカットします。できれば縦のペーパーが理想ですね。シンプルペーパーとかそういった感じのシンプルペーパーが理想です。でまずこちらをどっち行こうかな、こっちで行ってみようかな。裏側にしたい方に5ミリの両面テープを貼ります。でこれを中側にます。でもうこれつけてた方が楽だとは思うので、ここ今ここの下より下に、ここを干渉しないところに1センチとか 1.5 センチの両面テープを貼っていきます。これを作るときに、作りたいなと思ったときに、選ぶポイントとしてはここの色が出てくるので、封筒作ったときに合わせやすいカラーとかしたいカラーで、選ぶと可愛くなると思います。
私もこのデザインじゃなく、この、ここの色で選んでるので。で、なるべく大きかったら、どんな大きさでも作れるので、そちらで。で、左右、残るように、はみ出るように、両方とも、貼ります。とりあえずこの上側だけ。こんな感じで。そしてここで、したい大きさ、先ほど12センチでカットしたはずなんです。ちょっとはみ出てるけど。まあ、この底面のところで、折れ線を引きます。こうやって合わせた時に、ここの外側だけここで折れ線をつけます。で、それをつなげたいと思います。同じようにこちら側も5ミリの両面テープをつけて、不必要な部分は、まあ、5ミリだとちょっともしかしたら両面テープの跡が出ちゃうかもしれないので、5ミリちょっと、まあそれか折れ線からちょっとはみ出てカットして、その後両面テープっていう感じでもいいと思う。こっちにつけた方が良かったですね。それでそれに合わせてカットした方が、こういう感じで貼ります。で、こちら側の面は、貼っていきましょう。これも両面テープの跡ついちゃったりとかするので、本当ね、これ先に貼ってた方が良かったかな。ところどころついたら多分本来問題ないかなとは思うんですけど。こういった感じで貼ったら、この両サイド、この線に合わせてまっすぐ置いて、この端っこで折れ線をつけます。両方ともですね。
ちらか一方を残す感じなんですが、これ結構残さなくてもいいので、一応ここを三角、この区切りのところで三角に切ります。で、こちら側は、ここに、中に貼ります。まあ、切り落としてもいいんですけど、そうすると多分全張りというかこっち側も貼らなきゃいけなくなってくる面、つかない面が出てくるので、とりあえずこれで、紙と袋がくっついた状態にします。で、今度はこっちの表デザインの方に両面テープをつけて、で、ここ1センチにしようか。一応念のため、この状態で、これいらないところを切ります。まずここを外して、ここ端っこつけておいて、で、それから袋状に持っていきます。で、このままだとこれギュッと外に行っちゃうんですね。だから、ストッパー代わりに、紙、これピンクがいいかな。貼りたい幅、そこまで行くっていう感じなので、あんまり太いと、この入り口が狭くなります。こういった感じで。まあ、1センチぐらいにしようか。で、これも幅っていうか高さ、好きなサイズでいいんですけど、こんな感じで、
ここは別にストッパー必要ないんですけど、一応左右対称という感じでつけておきます。であとはなんかこう飾りとかをつければいいかなと。こういった感じで完成。じゃあこの袋、お口がこうフリーザーバッグで紙のポーチの完成になります。これもね、大きさ変えれるので、全然いいかなと。で、横のデザインしかないっていう時には、まあ小さめの袋であれば作れるかな。まあ、これ立てても2枚使えばね、いけるんで、この大きさでもこう2枚使う感じで。で、とりあえずこれで、ちょっと17で切って。11cm にしようかな。11cm で今回やります。まあ、こう大きさをいろいろ変えれるっていうところがハンドメイドっていう感じなんで、やっぱ 10.5 にする。一回覚えればね、結構簡単に作れると思います。ちょっとつけずにそのままいってみます。まずこれですね。復習っていう感じになっちゃいますが、でどうせならここも、もう貼っておく。もしくは、もうこれをなくすっていう手もあるな。さっきこれでいったんで、ここだけ残すやり方でやっていきたいと思います。せっかくつけたけど、ここだけを使うか。これを左右。残しつつで貼り付けます。今ちょっとまっすぐじゃなくなってるので、こうできるだけまっすぐにして、
ここからちょっとこれが曲がってるけど、なんで曲がったんだ。10.5。今回は袋をつけてないので片側だけのり代部分を残します。どちらでもいいんですが、こっちを切るっていうことであれば手前側を両方切り落とします。で、この端っこをつけなきゃいけないので、この上側だけこうここにつけ、内側につけて、こちらの面に両面テープをつけます。この面に、まあここは1センチあるので外しても大丈夫です。で、この口をしっかりつけておいて、こっちの方が簡単なのかな。これでつけたら、あ、これ出ちゃう出ちゃう、あのストッパーをつけないと。まあ、また切れ端とかで大丈夫なのですいません、こういった感じで。
ね、これで完成です。今これ封筒が10.5 の高さなんで、ギリギリだとちょっとやりづらいので11センチで。5ミリほど外してプレゼンで蓋、一応7センチにとこうかな。あとで短くすることはできるので、とりあえず7で取っておきます。時にまず端っこから1センチ折れ線をつける。もう一回つける。もう一回かな、3回。とりあえず3回、ちょっとしますで、この幅、一番内側の折れ線から封筒の幅を取って、1回目これに合わせて折れ線を1回つけます。で、同じように2、3、で、最後1センチでカットします。で、この上側の、ここですね。一番中側の折れ線までこう引いて、ちょっと黒いから見えづらいんですけど、で、この四角を切っていきます。とりあえず、こうやって一番内側をこう折ってたら多分分かりやすいと思うんで、一番内側だけとりあえず折れ線で折ります。折れ線をつけて分かりやすく。ここ、三角、いきます。で、山谷山を繰り返してこういう谷なんだ。同じように中に折って外に折って中に折ります。
ここに両面テープ。この三角形のところでいくと5ミリぐらい上上がってくるので封筒サイズになると思います。こんな感じで、でこれに合わせてしっかり押さえて、押さえて端っこで封筒を乗せて、でくっつけます。こちら側も同じように。同じようにこうピタッと合わせて、そこから両面テープ外してあげた方がいいですね。できたらこれでもいいけど、ここが見えるのが気になる方はこれ切れ端でこの長さ分ほど、ちょうどつけて、ちょっと外して5ミリ厚みがあるかもしれない、こんな感じ。どうせこの部分はね見えないのでで折り目をつけずに先に、ちょっと斜めにしておいて、ギリギリだと入らなくなっちゃうので、ここで貼ってあげる、こういった感じで。に入れて、上に合うところでくっつけて、でそこからこう外してあげれば貼れるので、貼ったらまた同じようにここで折れ線を、折り目がこの厚みがあるんでね、厚み分ほど考慮してこう中に
はい、こういう感じで。細かい作業なので画用紙だとちょっときついかもしれないですね。あの不器用だって言われる方はここの部分は苦手かもしれないので、違う紙で代用してもいいですしそのままという手も。こうやってするとこんな感じで見やすくなって、ここはチャック付き、ポーチみたいな感じになるので。あとは蓋なんですけど、これだと結構厚みがあるので、ここでまずマチを取ります。1センチくらいあってもいいかな。折れ線のところから1センチで、マチを取って、あとはしたい封筒の蓋の大きさというか形とか、そういったものにしていきます。私はまた三角でいこうと思うので、17センチ8.5。黒だとあまり見えないですね。
で、あとはペーパーを貼っていくだけです。このデザインだと蓋を貼らなくても結構かっこいい感じになっていいかもしれない。あとはまあお好きな感じでな、マグネットとかが一番手軽ですかね。こうやってフリーザバッグを使えばコスパ的にもあのチャックを使うよりは全然安く収まるので、このタイプでもまあコラージュしたりとか窓付き封筒とか、これは結構仕切り的にこう分けていけるのでかなり便利じゃないかなと。使いやすさでいくと朝型の方がこう口がねどうしても小さいので、こういった感じで素材収納入れにすごくいい感じで仕上げれるかなと思います。これはかなりいい感じ。やっぱりね、さっきのマチがあまりないやつよりはこうやってマチをつけてしっかりつけてした方が、紙なんですけどちょっとポーチみたいに出来上がります。ぜひ皆さんもこんな感じで作っていただけたらと思います。インスタグラムの方でプレゼント企画などもご用意しております。YouTube の企画ではあるんですけども、Instagram の方で発信しているので、よければそちらの方も、フォローしていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で。